群雄割拠する日本のプロレス団体の中で初めて大規模な海外興行に名乗りを上げた FMW。 無謀ともいえる挑戦をし続ける大仁田篤の新たなる冒険である。やっぱりまあ力道山からさんから始まってジャイアントおばさんアントニオ猪木さんが成し得なかったものをやりたいなっていうのが第一の目的なんですけど、やっぱりアメリカからプロレスが来たわけですよね。アメリカが多分プロレスの生みの親だと思います、まあ、そこを制覇したいなっていう自分なりの願望があるんですけど、はい、何か新しいことをやるときっていうのは多少の犠牲っていうのは必要だと思うんです。まあある部分でね、日本で興行をやってる分にはね、危険負担も少ないかもしれないけど、ある部分で海外に進出していくっていうのは夢であり、またある部分での冒険ですから。だけど FMW ってそういったことやんなきゃいけないんじゃないかなってすごい思うんです。海外進出初戦の地はメキシコバハカリフォルニア州ティファナ。 FMW に合同興行の形で手を貸したのは WWA ベンジャミン・ムーラ代表。宣伝活動などの一切は彼の手に委ねられた。ルチャリブレ、プロレスとは呼びなさえ違うリングで FMW が通用するのか、大仁田篤が認められるのか。エル・パレンケ、予想に反し会場には早くから列ができて、観衆6800人、超満員である。
大仁田登場の舞台は出来上がった。マスカラス、サント、そして大仁田、夢のカリスマトリオが今実現した。
Thank you.
大仁田は迎合しなかった。ルチャの領域に一歩も足を踏み入れずにゴングを聞いた。観客は戸惑った。不完全燃焼とはいえ FMW を指導した大仁田は次のロサンゼルスに全てをぶつけることになる。Estuvo bastante bien, bien interesante. Nada más que la rivalidad entre Goto y Onita se nota inmediatamente. Bueno, ha madurado mucho, se ve que tiene más experiencia que cuando yo lo conocí hace unos años, Pero como es natural, el estilo de la lucha pues es como un poco diferente completamente la lucha de México y la lucha de Japón. Salió bien la lucha, ganamos, que es lo más importante, ganar el combate.1992年5月16日、黒人暴動の爪痕が残るアメリカ・ロサンゼルス。全てを失うか、新たなる一歩を踏み出せるか、 FMW の命運が今日決まる。カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校体育館に集まった観衆は8100人、超満員札止め。会場に入れなかった観客が体育館を取り巻いた。
Sí, efectivamente hay una gran diferencia porque él es un ídolo en Japón, un verdadero ídolo en Japón. La gente aquí en México pues no lo conoce, no, yo creo que no tuvo el tiempo para conocerlo y para hacerse ídolo también aquí en México, pero sí lo considero un personaje dentro de la lucha japonesa. Y las luchas que yo vi, en mis 28 años como promotor, me sorprendió personalmente la entrega del público japonés hacia un personaje como es Atsushi Onita. Pues realmente del futuro, creo que después de llevar una empresa,
trabajar fuerte como lo ha hecho UNITA para la asociación de la FMW y para el mismo personaje. メヒココールの中、耳慣れた大仁田コールが聞こえた。大仁田は勇気づけられると同時に決意を新たにして、俺は FMW だ。
単純だが極めて難しい賭けに勝った。ルチャを拒み FMW を指導した大仁田の魂の叫びが世界に通じた。この大歓声が FMW に、そして大仁田敦に希望の火を燃やし続けさせるのだ。場外乱闘なんていうのは案外アメリカ人が拒否してるもんだ。ただ俺、これは全世界に言えることだけど、俺は一生懸命さっていうのは伝わるんじゃないかなって、ね、一生懸命さっていうのはさ、なんか伝わるんじゃないかなって、それは国なんか関係ねえんじゃないかなって、人種なんか関係ねえんじゃないかなって、俺たちってさ、もしかしたらそういうふうなのを超越した何かを求めてるんじゃないかなって。嬉しかったよ今日ロサンゼルス入ってくれて。またまだまだ少ないけど、ああやって日本人の若い人たちが応援に駆けつけてくれたなんて、投げてくれてよかったね。久々になんか日本から来てよかったなって、久々に日本人にもらってよかったなって。もう一回一生懸命日本人として頑張らなきゃ。